おはようございます、こんにちは、こんばんは、大森修子です。最近のメイクの動画上げてほしいよって結構やってくださるのであげようと思うんですけど、まあ、とりあえず顔がむくんでいるので、ここをコリコリしないことにはもうメイクすらできないよっていう朝です。今今日はこの生誕がこういう感じで可愛い、見えるかな、こういう感じでめっちゃ可愛い衣装なんで、生誕のグッズを作りたいんですけど、まあメイクしなきゃっていうことで、おうちメイクなので動画を撮っていきたいと思ってます。で、結構私は衣装、髪、メイクっていう順番でやらないと何していいか分かんない。この衣装で今日の全体のイメージを作って、それに合う髪型、まあ、今日はあんまおろしが似合わないなっていう感じだったのと、生誕なのでなんか自分をめっちゃ好きな人に見せる髪型っていうのは結構ツインテールなんですけど、なんか自分にしか見せたくない髪型みたいなツインテールなんですけど、それを高めの位置で、まあ、あと年女なんですね、うさぎ年で。なのでまあ12年後さすがにツインテールできるか分かんないので、まあ、今もしていいとは言えないですけど、結構この位置のツインテールって顔が上がるので、顔上げたくない人とかもいると思うんですけど、顔の形的にね、私はもう本当に垂れ顔、もう垂れてむくんで溶けてるみたいな顔、もうまず顔溶けババアみたいな言われてた時もあったぐらい溶けるので、顔が下になので上げたいので、この位置のツインテールは意外に年齢的にも意外に合ってるっていう感じですね。あとこことここをもうこれでコリコリしないとやばいです、むくみが。なんか声とかもここのリンパ流すとこの辺の筋肉が固まって声が出ない時とかもあるので、もうライブ前とかとにかくリンパって感じですね。はい、まあ今日はこのぐらいで。あっああやってこうかなって思います。今すっぴんで化粧を吸い、乳液をやった状態で、それをなんかちょっとなんて言うんですか、ちょっと蒸発させないとあまりにも化粧水と下地やらファンデーションやらが溶けすぎてぐちゃぐちゃになって、あの化粧が落ちやすい時があるので、ちょっと早めに10分前ぐらいに化粧する。でも10分前ぐらいにしないとまた化粧のりも悪いっていうお年頃でしょうはい、やっていきます。いや本当に30代デパコスガチ勢だなって思ってみてください。本当あのこれ買うって決めたらもうどんな手を使っても買うタイプの人間だなと思って見てください。嫌な感じだなとは思わずに、もうデパコスのガチ勢ってもう病気なので、病気だなって思って見てくれると嬉しいです。もう本当に結構いろんなの買ったので、もう本当に本当にいいやつしか使ってないです。なのでそんな高いの買ってって思わずに見てくれると、病気だなと思って見てくれると嬉しいです。じゃあ最初はこれです。下地、サブリマージュルソワンペルフェクトゥール、乳液化粧下地、これシャネルのやつですね。これ1個買うと中身がこうなってるんですけど、これが3つ入ってるんですよ。結構チビチビ使うので持ちますね。1年ぐらい使ってて今2パック目みたいな感じです。ちょっと高いけど、まあコスパ的には超いいって感じですね。でこれをこうつけて、さっきこれ何色を持ってくるかでちょっともうちょっとつけちゃってるんですけど、まあ無視してこう塗っていきます。で一番隠したいのはここ隠したいなって思いながらいきます。でもなんかギューって塗らずになんかもうふわふわって感じで
押さえる感じで塗りますね。で、塗ったとこまでが顔って言ってる人もいたので、まあでも夏なんで、夏なのにこんな、夏なのに結構ベッドで行くんですけど、あ、この下にすごい暑いとこ出るときは塗りますね、あのあれを、日焼け止めベタベタに塗る派です。私チャリ通だったんで、日焼け止めないとポッキーになっちゃうんで、日焼け止め嫌いとか言ってられない地方に来てたので、日焼け止めはベタベタに塗る派ですね。なんだろう、この辺を塗らないです。こうなんだろう、こうですかね、塗るのこういう感じで塗ります。で、この辺なくなりたいので、なくなれって思ってこう塗り込む塗り込むっていう感じですかね。次、もう全部シャネルで買った。なんか別にそのライン使いする必要、ライン使いって同じ会社のやつで使う必要はないと思うんですけど、なんとなく同じ会社のやつで使った方が、なんか変、違う同士の成分とか入ってたら、やっぱりその相性悪いと浮いちゃったりとかすごいしやすいので、まあまあライン使いしますね。よいしょ。この、レブランロージードロップスフェイスカラー、これはもうピンクラメです。もう何もかもがピンク好きなのでで、もうなんか、こうめっちゃラメを乗せたい時みたいなの時は、なんか青ラメをちょっと混じってるやつで、青ラメの方がやっぱパーンって反射するので、ステージ映えとかするので、こう仕込むのはピンク系のラメにしてます。それを、この、私が目頭を昔切りすぎてそれを修正したっていう傷ですね。これの上。この傷跡隠したいんですよ。これの上とか、で、ここはあとラメね、あるのは結構、鼻の高さ的にこう入ってると、綺麗っぽいので、この辺と、まあ真ん中ちょっと、と、この辺ですかね。この辺にちょっとと、この辺ですね。ほうれい線も反射したいのと、もう欲望をダダ漏れで、ここ嫌だなってとこ全部にこれをちょっとずつちょっとずつ、ポンポンポンってしていって、コンシーラーの代わりみたいな感じで、ファンデーションの下にピンクのラメを仕込むんです。もうピンクだけが私を、ピンクが私を守ってくれて、ピンクが私を攻撃的にするんです。もう全部ピンクに助けてもらおうって決めてる。はい、それでこれを終わりましたね。あ、先に松行くとカラコンは終わってる状態ですね。カラコンは今日はトパーズスモーキークォーツっていうのを入れてます。指原さんのやつですね。スモーキークォーツ入れてます。ここの目の充血がハート型なんですよ。あんま見えないかこの充血の血管がずっとハート型なんですよ。それが10年の時から結構お気に入りです。はい、でもこのそのままライン使いです。サブリマージュのファンデーションです。いきます。これ一回も買い直したことない。1年以上使ってるけど、まだなくなんない。どうしよう、急になくなるタイプだったらどうしよう。もう買っとこうかな、2本目。もう結構春夏秋冬はなんかファンデーション変えるっていう人もいるんですけど、私は粉の量で調節したいなっていうタイプ。まあ筆とか使ってもいいんですけど、筆これだっけ、これ筆についてるやつなんですよ最初から。筆とか使ってもまあ綺麗に伸びるんですけど、私あの絵とかも結構手で描くのが好きな人間だし、なんとなく筆を使うとさっき仕込んだこっちですね、この
ピンクのラメのやつがなんか伸びちゃうみたいな気持ちになるので、結構丁寧に押し込みながらこうやってやることが多いです。この辺はこういう感じです。この辺の赤、この鼻の下が赤くて、ここが血管で青いのがすごいなんかカラフルなんですよね。人中が。います?人中カラフル。人中?人中?どっち?人中だよね。人中カラフルな人います。鼻と口の間がカラフルなんだよ。それをもう一色にした、肌色にしたいなって思いながら、ちょっと厚めに塗ります、ここ。でこの辺はもう薄くシミがあるのですけど、シミって自分でしか分かんないぐらいのシミなので、もう消す奥ばつくっていうよりはもう結構全部なんか体温で伸ばすみたいな、こうやって伸ばさずに体温で伸ばし薄め、わかります?だから肌を完成させるって感じです。はい。で、あんまりだからその白くしたかったら、まあ厚塗りとかもいいのかもしれないんですけど、結構もう自分の肌色が好きなので、あんまり白くしないように塗った感出ない感じのが好き。で、ラメで立体を作るっていう感じですね。はい、こんな感じです。できてるかな?全然鏡見ずに、今カメラだけ見てやってますけど。鏡見ようかな。もういっか、鏡なんて。鏡は嫌い。はい、で、まあ、これはもう家用の粉なんですけど、昔出たコスメデコルテの、デコルテ、回ってない!コスメデコルテの粉の、お正月だけに出る限定みたいなやつの、ええやつみたいな感じのやつですね。ご予約しないと買えない系のやつなんですけど、これもう可愛すぎて、私青好きなんですよ。ピンクと濃い青が好きなんで、はぁ、可愛いと思ってこれ死ぬほど重いんですよ。で、この粉も絶対に崩れないすっごいいい粉なんですけど、もうこれ以上の粉にやっぱ未だに出会ったことないぐらいいい粉なんですけど、なんか重すぎるんですよ、このケースが。なんで、全然持ち運べなくて。まあ、めっちゃ大事なライブだったら持ち運ぶけど、もう家でしか使わないです。だから家でメイクしていくときとかは使ってるっていう粉ですね。これを、まあ、でもこれもあんまり塗りたくないんだよね。ちょっとテカッテになってとことかに塗るとちょうど良くなります。こことかあんまり引かなくていい。テカリ抑えみたいな。でもこれをポンポンってするとなんかこれセットなんですよ。超可愛くないですか、これ。可愛い。もう重いんですよ、めっちゃ。こんぐらい重いです、こんぐらい。わかるかな、もうこん、え、今落としますよ、ほら。じゃあ一緒か、一緒かな。これも重いんですよね。だからもう本当に持っていくの不便。これめっちゃ重くて持っていかないです。なんで軽い粉があればなって感じですけど、まあ、これ以上にいい粉なんてないから、これもなんかこの辺で溜めてからもう本当にこれに残ってるちょっとだけを重ねるぐらいのでちょうどいいって感じですね。でもこの辺とかは崩れたくないから、こう多め粉でした。なんかまあ、たまにリキッド、これトーンのリキッドのなんて言うんですか?チークなんですけど、冬は、冬は、その粉物、粉、上の粉物とチークで、夏冬を作るんですよ。だから、ベースはもうこの、もう絶対リキッド3本で作って、その上になんか、どのぐらい粉をするか、まああんま粉好きじゃないんであんまりしないんですけど、この粉をめっちゃ冬は少なくしたりだとか、あと冬はちょっと、ウォーター系がいいのでカサカサなりたくないんで粉を少なくしたいので、チークもこのトーンのナンバーリキッドリップ&チーク3番
これを使って、これはさっきの粉の前に塗ります。粉の前にかも粉も吹かずに塗りますけど、今は夏なので、そのチーク感とかも粉で作っていきたいなっていう感じです。これめっちゃいいです。エルメスの。エルメスこれしか持ってないんですけど、これ一見私にはちょっと似合わなそうなオレンジなんですけど、オレンジなんですけど、ラメがピンクなんですよ。可愛いんですよ。で、これを、これチークっていうか、なんだろう。こう、まあ、30なんで、30代なんで、30後半になってくるので、顔が下に下がってくるんですよ。なんで、こう、ほっぺに肉があるよって感じにしないともうやばいんですね。で、ほっぺの肉って本当、なんていうの、10代の時は嫌いで嫌いで、ここの脂肪吸引したいぐらいに思ってたけど、ここに肉があるのがもう若さなんですよ。で、それをちょっと出すためには、やっぱオレンジが元気系でいい感じじゃないですか。で、でもオレンジのチークってなると結構違うなっていう、こう、ほっぺのラインを作るチークみたいなので考えると違うので、この、なんていうの、ここの肉感の高さを出したいみたいな感じで、これを使うんですよ。もうほんとめっちゃ可愛いんですよ、この色。映んないよね。こっちもいろんな色塗ってるかわかんねえ。映るかな。映んないか。あ、映る。ほら、めっちゃ綺麗にピンクラメがこう、光って、で、これが、なんか、ハイライトまでは光んないみたいな。もうほんとおしゃれな光り方するんですよ。え、めっちゃ可愛くない？わかる？なんで、まあ、ピンクゴールドみたいな感じにすごい綺麗に光るんで、これを薄く、なんか、笑って、で、ここが上がったらキモいんで、この辺。で、なんか、ここも膨らみすぎたら嫌なんで、もうほんと、前目の、この辺、笑って高いとこって感じですね。で、ちょっとピンク系なんで、ちょっとこの辺のクマもちょっと隠してくれるみたい。ちょっとこれ、ちょっと。やるとめっちゃ可愛いんですよね、これ。で、これでこの前の方からの顔をこれで作って、でもチークってこの顔の横のラインを作りたいっていう仕事もあるので、それをこっちです。スックの、これ結構みんな買えなかった系ですよ。この夏限定の豚バラチークって言われてるスックの、これですね。ででん。スックね、あんまね、ブルベ系出ないんですけど、珍しく出た。スック、ピュアカラーブラシ141。チークカラーブラッシュみたいに書いてますね。141。これを、チークのブラシ結構いいんで、これはもう、これの、なんていうんですか、付随している合ってるこれについてるチークのブラシで。もうせっかくの豚バラなんで、こう、せっかく。ね、全体をこうやって、まあそれを落とし、これが、なんて言うんだろうな。さっきのはこう塗ったんですけど、今度はこの、まあ中顔面縮めプラス、なんだろう。こう見える顔、まあここに、まあほうれい線っていうか、まあ顔の、これは骨格ですね。ここに線があったりとか、なんか顔がこうなってるな、とか肉もこうなってるの、ちょっとこう、こういう線作りたいので、こっから、こう、ちょい上に引く。これに反るぐらい、ちょっと、上に引くっていう感じでチーク私作ってます。この横顔を作る。こうなれっていう気持ちでやっぱ、メイクしてます。今これで、めっちゃ落として、なじませたり、さっきの粉のブラシとかでなじませたりすると、粉が残ってて、それがこうなんか定着しながらなじませることができる。はい、これで、顔はだいたい完成です。ですね、これもめっちゃお気に入りです。これは、めっちゃ高いけど買えます。色が35番。ローズドレローズエルメス、ファー、
アジュプードルソワイユーズシークから。これ超いいです。もうでも高いです。これは夏限定のやつ、もうすっごい爆速で買いました。もうすぐ売り切れちゃったやつですね。めっちゃいい。豚バラチークで、多分すっごい豚バラチークで検索で出てくるのではないでしょうか。でもこの色はもう本当に自分に合う色を選べばいいだけなんで、別に同じなの買わなくて全然いいと思います。あ、なくしてたと思ってた松江くんに塗るやつが見つかった。キープップコーティングまつげ化粧料、これを松江くんに塗るとドゥドゥドゥン復活します。いいね。 KPP、これめっちゃ松江の、私がいてる松江のとこでおすすめされたやつです。これを松江に塗ってこっパチンってやってます。目の周り何色にしよっかな。もうとりあえず眉毛描こっかな。眉毛はもうずっと、あれどこ行った、眉毛はこれだ、これ使ってます。もう自分の髪色のアイブロウなんて売ってないので、この赤ピンク系のディオールのパレットを組み合わせて色を作りながら塗っていってます。これかな、筆はボビーブラウンで、これとこれを使いまくるので穴が開いてますね。これとこれ使って混ぜながら、てててててて、こう混ぜながら、赤い、かわいい。でちょっと下の方を濃いめに、上の方を色系赤め。に塗るって感じですね。最初は、こう2個を混ぜたやつをシュ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 混ぜたやつを塗った、で、ちょっとラインか、下ラインを濃いめ、上ラインが色系。なんかおかしくね。よいしょよいしょ。で、でこう雑にやって、でそこからまつげカラー、まつげマスカラですね。マスカラ。このマスカラ、トーンのマスカラです。かわいい。このカラーマスカラを、まあ髪と同じ色がもうないんで、カラーマスカラもまつげ、まつげ用のやつはなんで、こうマスカラで髪に近い色のものを塗っていくんです。えいえいえい。まあちょっとこっちめっちゃ雑ですね、髪で隠れるのでこっちちょっと見えるので、えい、よし。これかわいい。ほんと4色入りなんですよ、このトーンのマスカラが限定で出たんですけど、もうほんとピンクしか使わないから、ピンクだけで買いましたいみたいな気持ちですけど、まあでもトーンやっぱかわいい。トーンもこれとこれも本当に可愛い。大好き。まあこれで大体もうできたようなもんですね。もうリップはもうその日の適当なやつ。まあリップ最後でいいか。なんだけど、今日はお気に入り使おう。
もう本当に色の名前で買った、ルージュココフラッシュ、シャネルの。こういう、こうなってるやつですね。これライブだともうすぐ取れちゃう系なんで、こういう普通リップ。こう、なんて言うんですか？落ちないやつみたいな、マスクで落ちないみたいなやつが、まあ、やっぱ一番落ちづらいけど、派手にもしやすいんですよ。で、それが、でもライブには、それを早めに塗って乾かすのがライブには一番いいけど、これは、今日はそんなライブとかないんで、この、ルージュココフラッシュ82ライブっていう色と、142クラッシュっていう色が、めっちゃ私いいと思って買ったんですけど、もこのライブが、意外にさっきのチークと相性がいい、めっちゃ汚いんでごめんなさいね。汚いから恥ずかしいんですけど、こういう、ピンクオレンジみたいな。ピンクオレンジだけどピンクみたいな。ちょね、オレンジ系が似合わないんですけど、その中で似合うみたいなやつをすごい探してて、このライブはいけますね。で、クラッシュはもうめっちゃ私が得意な。結構、ピンクです。ちょっと青み系。んで、まあ、青みのが濃い色なんで、こう、内側とかだけ塗って、今日はライブの気持ちなんで、上を系に口塗って、かわいい色。ざっくりです。ぷくってした、かわいい。ね、かわいすぎる。やっぱ名前がついて名前が可愛いって上がるよね。だって名前で買っちゃうもん。名前、やっぱさ、言葉が綺麗ってさ、可愛いよね。本当に。はい。で、まあみんな大好き、中顔面縮めですよね。は、あと、もう、向き合いたくもないので、自分の中顔面なんかと。あと、すっごい雑です。雑に行きます。あと、これローラメルシエ、ローラメルシエ合ってるね、キャビアスティックアイカラーの、自分の肌よりちょっと濃いめの好きな色、もうこれどっちでもいいんですけど、まあこっちかな、まあ茶色系いっぱいある、茶色系、肌色系ブラウン系ですね。肌なじみ系はクソ いろんな色が幅広くローラメルシエあるので、まあそれも本当に分かんなかったら4色セットとかでも売ってて、これ長いのも売ってるんですけど、この短いのが結構期間限定で4色セットとか5色セットとか出たりするので、クレヨンみたいなやつですね。これはもうほんと適当にこう下にわかりますか、ここの目ギリギリじゃなくて涙袋の下ラインみたいなところに結構めっちゃ適当にブワーって影作るみたいなイメージに塗ると、もうそれだけですごくないですかこれもうこれないと死ぬ。これでもう休みの日くらいだとこれだけでもいいぐらい、この涙袋ちょいしたラインみたいなのをこう丸みたいに塗るだけでここまで目になるんで、もうこれ超楽です。これ見つけてからマジ楽です。だから本当に繊細な光りすぎないラメ入ってて、で私さっきも見たと思うんですけど、全体にラメ仕込みまくってるじゃないですか。だからこれがラメ入ってたところでラメ浮きしないし、そうなんか言い方悪いけど安いラメだったらもうめっちゃなんか顔ピカピカになっちゃうんですよ。でもなんか結構繊細めなやつしか入れてないんで、だから要はラメだから反射するから、ここに塗ってますみたいな、こういう影になりすぎないけど、色的には濃いけど、ラメだから、ちゃんとここまで目になるんですよ。だからめっちゃこれ、なんか別にどこに描いてたわけでもなく、私が好きでやってる感じなんで、これめっちゃおすすめ。これで涙袋描くの超おすすめです。なんかやっぱ若くないんで、涙袋描いてますメイクみたいな、地雷ですみたいにしたら、もう痛いんですよ。だからそれになんないような地雷メイクにできる、やつなんで、30代涙袋におすすめで。注意感じゃないですか？そんなことない？ないか。これおすすめ。すすめすぎ？で、まあ、最近、これも本当にデパコス勢自慢の、
まあ、すぐ売り切れたピンク系の。珍しいんですよ。あの、トム・フォードのお供様って呼ばれてるアイカラクオードですかね、これ。アイカラクオードですね。で、あの、結構色寄りの色が出るの結構珍しくて、の、エレクトリックチェリーっていう色、これも海外で発表された時からもう本当に狙ってて、まあ、すぐ売り切れちゃったんですけども、めちゃめちゃピンク赤系の、かわいい色が出たんですよ。これがもう本当に好きなのと、あとはもうこう、こうやって自分でアディクションで好きなピンク、まあ、この忘れちゃうので色の名前のやつとかもつけ、このカバーにつけながら、こう作ってる、あー好き自分で入れてるから落ちちゃうんですよね。作ってる。この、自分で作ったパレット。もう私のためだけの色のパレット。見てください。じゃじゃん。絶対女の子がいいな。まあこれとかがピンク系ですね。あとはさっきのディオールとかにしたら、まあ、まつげとかもいい感じにできるし、あとはやっぱりベースメイクは、そのベースを、この、茶色プ茶色で作っちゃってから好きな色を乗せると、馴染みやすいっていうのもあるし、あの、最近使ってるのは、この辺ですね。あと、やっぱでも、シャネルのラメが、もう全部の化粧品そうなんですけど、シャネルのラメがやっぱ違うんですよ。よくあの、なんか、ツイッターとかでも美容垢とかでなんか中に入ってる粉は一緒でなんかデパコスとかこの外側とかそういう側とかでやって売ってるだけなんだからなんか安いやつでも可愛くできるよみたいな。それはでも顔面がカチカクな人だけっていうかそのラメの人がやっぱ違うんでそのラメと向き合って顔作っていかないと私みたいなのはダメですこのあそれは落ちるだろっていうここめっちゃバランスいい。この、まず、黄色と紫の、まず色のバランスが良すぎて、で、思ったより、これは黄色にも紫にもならない、いい黄色と紫にうっすらほの光るみたいな色なんで、この、シャネルめっちゃお気に入りですね。これなんだ。デリテス。わかんない。68番って書いてます。あ、デリスっていう色らしい。この、なんか、ツイードっぽいのがついてくるから、買った。かわいい。これもお気に入り。ちょっとラメじゃないんですよね。シャネルのラメって。なんか、もう、ほんと、パールみたいな、になるんですよ。だからもういろんなとこも顔光っちゃってるんで、もうこれ以上光らせる必要ないやんって感じですけど、私あの黄色系がこの辺にあるのでも結構好きなのでこれをこうちょっと乗せてなじませるとか可愛いよね。この辺ですね。この目を離したいのででも前も言った通り意外に締め色はこっち側に描くと締める、あ、だから黒とかですよね。こう黒のアイライナーとかは、こっち側に描くと目がこっちに大きくなると思うじゃないですか。それが、意外にちょっとカメラでやってかむずいな。鏡でやろう。意外に、離れると思うんですよね。その絵描くときってキュッてやったらこっちに行くでこっちの方が目こっちに離れてないですか。まあその錯覚かもしれないけどだと思うんですよね。なんでちょっと下手だな。なんで、ここに塗ることによって、ここのなんか、こ
横にガって線引くのとか流行ってるけど、あれは目をこっちにしたい人がするやつ。目離したいとか、目を近づけたい人はこっちにライン書いた方がこっちに行くんですよ。わかります？っていうシステムが、目の錯覚的にはそうのはずなので、私はこう話したいので目が結構近づいてる系の目なの で、さらにちょっと二重幅ちょっと広すぎるの気にしてるので、上のこっち目のところを深い黒リキッド系の黒でまず埋めます。ちょっと埋めすぎた。まあ、このリキッドはマジ安いので、私がグッチ好きだから使ってるだけですね。で、そのラインを、なんか、私はバーガンディーですけど、バーガンディーでぼかす。これもあれですね、後でもいいです。で、この黒のラインは、こっちはぼかさないようにこっちをぼかす。この辺はぼかすけど、なんだろう、もうちょっと書き足したいんだけど、書き足したい。なんかもうあんまりよくないかも。いう感じで二重幅で、二重幅を、だから私本当にこっちに顔を広げたいんですよ。なので、で、こっちの二重幅を狭くしたくて、こっちの二重幅を広くしたいので、二重幅のちょっと外側に、あとね、濃いめの色、これ紫系ですけど、メイクアップフォーエバーアクアレジストカラーインクアイライナー、これいろんなピンクとかもいろいろ持ってるんですけど、これが一番、白とかも多分ある気がするんですけど、カラーメイクで濃く色が出て、まあ、自分的には結構取れにくいやつなんで、これを結構ライブにも使ってます。なんか馴染まないですね、もう本当に持ってる色がパキって出る系のメイクアップフォーエバー、これそんなに高くない気がする。で、もう二重ラインのちょっと外側に二重を作る、うん、でもう羽ラインみたいな感じです。だからここのアイラインをもう引きたくないので、ここにアイライン引くと目がこっちに寄っちゃうので、内側に、私はこっちにしたので二重幅で羽上げを作るみたいな。感じで二重延長線します。延長線跳ね上げ、かわいい、まつげっぽくも見えてかわいいです。で、これがめっちゃ二重だよってしたいので、これはディオールのピンクのアイライナー、これはウォータープルーフリキッドアイライナーなんですけど、さっきのメイクアップフォーエバーのやつよりはなんていうか馴染む、あの、アクリル絵の具だったら水で薄めたようなっていうか、ちょっと馴染みがいい色でパキッと当てないので、ちょうどいいんですけど、逆にそれが。なんでこれが二重だよってしたいか、逆にその下に、こう薄いピンクとかを入れちゃう？可愛いピンクとか。ってことによって、あ、こっちのピンクの方が可愛いですね。二重感が出る、二重の幅感が出る、出るくないですか、かわいい。これが最近めっちゃお気に入りポイントです。だから目はほんとこれ、まあ、あれだよな、これこの、この辺は別にどうでもいいですね。これ黒でなじませ系のペンシル、これも好きな色でいいと思います。私は
ただこっちが好きなだけでこっちを使ってるけど、この赤系、ここの赤系ですね。でもこの結構めっちゃいい色と、これとこれ、これ、こっちの方が可愛いかな。このラメ、このラメは馴染み系のラメ、そんなに引かんない。このラメいらないですね。これのが可愛いですね。このピンクディオール、これ何番、851。これめっちゃ可愛いです、この色で。この紫マットパルムってやつですね。04メイクアップフォーエバーのアイリキッドアイライナーの04。これ汚っ、こっちだ。これで作ってます。ね、これ進行遅い、わかる、しかも言ってる意味。めっちゃ目はこだわってるんですよ。でもこっちに大きくしたくてこうしたいってことだもんね。で、なんかこうしたいから、リキッドの黒を下に入れるとこっちに行くんですよ、目が。だから目下にしたかったら上にリキッド入れて、下には引いちゃダメ説を信じて、ここに濃い黒を締めることによって下に行くっていうイメージです。だから目を上にも大きくしたい人はリキッド引かない方が上に行くんじゃないかな。シャドウで作った方が上に大きくなると思います。私はもうここで目終わりで、ここからガッて降りてっていうイメージ、だいたいこれでいいんです。あとはもう本当にシャドウで好きな色を足していくみたいな。で、この要はこっちの二重ラインはちゃんと作りたいので、このちょっと濃いめの赤をこの二重ラインの上に塗って、上に塗って、このちょっと薄めのピンクを二重ラインの下に塗るんですよ。で、それを、筆くらい、ででてん、それをなんかこれじゃないな、これは結構この辺の色だな。それをどれでぼかそうかな。あ、これがいい、これかな。今日はこういうなんかちょっとブラウン系の綺麗な色とか、このピンク系とかでぼかす。上はピンク系にぼかす。何やったか分かりました。この濃いブラウンでさっきのところ全体的にぼかす。で、上の方のこのピンク、逆にしよう。このピンクでこの上の方をちょっとぼかすと、まあいい感じにグラデが作れたら何でもいいって感じですね、この辺は。この辺黄色。なんかかわいい。かわいい。やっぱピンクってかわいいよね。ちょっとこうでかすぎて。で、顔によるよね、でも本当にメイクなんて。だからこれが正解ですとか言えない、ないよね、そんなの。まあ、好きなピンクになればいいのさ。で、まあ、この辺は濃い色入れたけど、上の方は黄色系、黄色系で離す。ちょっと光りすぎだな、抑える。で、まあ大体こんな感じで出来上がっていってる。で、目の下とかを、まあ可愛い、まあ、このぐらいで本当はいいと思うんだけど、目の下好きなようにしたいなって日は、目の下だけピンク入れて、たりする日もあり。これもあんまやると
こっちに目が一体ちっちゃくなっちゃうんだよね。これあんまりやんないから、ね、ちょっともうちょっとぼかしたい。白系でぼかそうかな。ほい。で、ラメを塗りたい日は、最近は、すっごいキラキラしたい日がラメ塗りたい日なんですよ。だから、こういう、もう、このラメ粉、もう、ラメだけで売ってるみたいなグリッターですね。の粉を、まあ、どうつけるかですよね。これを、これも本当にもう、こうつかないようにできてる。とにかくラメだけ。グリッターで売ってるみたいな。これが一番まあ光るんですよ。でもまあつかないじゃないですか。で、これを、こういう、わかります？こういうラメをつけるよみたいにやってるやつで、つける。つけて、つける。わかる？本当意味わかりますかね？私、日本語拙なすぎますよね。歌詞とは大違いの。だからカラーパウダーみたいな。パウダーとして売ってるグリッターみたいなやつが一番発色いいんですよ、結局。なんですけど、まあ、つかないので、パウダー用のなんか、クリームとか海苔とか売ってるんですけど、それ、めんどくさいんで、こうちゃんと、なんて言うんだろう。このグリッターつきますよ、みたいな。これ本当ディアダリアのミューズっていう色なんですけど、まあ、これも名前買いしてるんですけど、メタミューズだしね、うちら。なんですけど、その、ディアダリア、アイシークイーン、アイシャドウ、ミューズ。これは普通につくようになってるんで、この普通につくようになってる系のグリッターのやつを、こっちにぶち込み、これをつけちゃう。っていうのをやってます。で、この穴製の、これも、3本目なんですけど、これ高校の時から使ってるんです。ずっと昔から売ってるやつですね。これは藍染めが誕生日にくれたピンクのラメ。ドリームダストリップ&チーク。セルフセレブレーション。チークカラー。リップカラー&チークカラーって書いてるんですけど。これもこんな感じで。つけたいとこに。ける。まあ、こういうのをちょっと上目に、薄いピンクをちょっと下目にみたいな感じで。つけるとピンクに。ピンクがちょうどよくギラギラします。これライブの時につけるやつですね。普段はちょっと派手すぎかもしれません。こんな感じで、完成でーす。完成してるかな、本当に。どのぐらい顔変わったんだろう。変わってないかも。あ、これ使う時もある。まだわかる。だからこういう系のやつを糊として使ってるっていうことですね。これジルシュツアート。全然言ってない。ジルシュツアートダイヤモンドグリマー。これはなんか筆が細いから、こういうとこにちょんってつけたいみたいな時に使います。普段の時とかに使えるかも。って感じでーす。完成の顔です。終わり。